最悪、テレビ朝日部長、詐欺容疑で逮捕、IT 導入補助金の不正受給。テレビ朝日は9日、経済産業省の IT 導入補助金を不正受給したとして、詐欺容疑で同社のセールスプロモーション局ソリューション推進部長三田健二容疑者、49歳、横浜市、が大阪府警に逮捕されたと明らかにした。逮捕は8日、府警は8日、三田容疑者の共犯として、大阪市中央区のホームページ制作会社の代表取締役ら男女4人も逮捕した。テレビ朝日は9日、厳正に対処する、とコメント。逮捕容疑は業務外での私的な行為、としている。同補助金の不正受給に関する摘発は全国初。逮捕容疑は18年9月から19年1月、共謀して嘘の申請をし、国から補助金計900万円を騙し取った疑い。